はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、先日ご制約いただいておりましたこちらのワゴンワールスティングレーでございます。ナンバーはね、今から買える予定になってました、ご制約ありがとうございました。それで、今週末引き渡しの予定だったもので、今最終点検の方をかけながらシガちゃんにベルトの交換作業をやってもらっております。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これ、泣くんだよねベルト泣きがすごいんですよね。すごいんです、これすごくて、はい、今もう早速ねバラしてもらったんですけれども、なんだかねこのスズキのこの頃の車、軽自動車、まあ、ここにファンベルトも今外れてるけどね、ファンベルトの泣きがしょっちゅう泣くもので、外したベルトが、ひどくはない、特に傷んでないんだよね。傷んでないのに泣くんだよね。そうなんだよ。だったら新しい、新しいんだよ新しいんだけど泣くんだよ。ちょっとね、なかなかこのちょっとそういう車なもので、まあお客様にねお渡しする前に、まあ、ベルトの交換やりましょうってことで今やってもらってます。ほんで、ファンベルト一式交換しながら、あ、これだね、これ今からね新品つけてもらうんだけど、ファンベルト一式交換してもらいながら、このプーリーのサビ、ね、それ、そうそうそう、プーリーが、どうしてもやっぱりね年数が経ってきてるとサビも多少出ちゃうんです。で、そのサビも音の、あの音、なんだ、ベルト鳴きの原因にもなるんですよね。あのサビでどうしてもベルトが滑っちゃうから鳴くのかな、ね、そうなの。なんで、まあ、ベルト交換作業やりながら、ついでに、プーリーのサビ落としやってもらいます、はい。まあ、とりあえずよろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。これ今せっかくね上げてから下回り移動します。まあこれといって大きく傷んでる感じもなくてね、いいんじゃないかな。人気どころの車です。このねワゴンワールスズキのこの頃のエンジンは本当にねベルト鳴きが非常になります。弱いんだな、鳴かないのは鳴かないんだけどね、なんだかこの鳴くのが多いね。まあとりあえずね、お客様のお手元にねお渡しする前に、やっぱベルト交換した方がいいかなと思ってね交換させていただきました。はいはい、あとカクト、今下回りのパスターやってます。シガちゃんに、下回り動画の点検作業を一緒にシガちゃんにやってもらって、なんで自分でできるところはこんな感じでね自分でやったりします。何やったんだべな、プラグの交換、あとイグニッションコイルの交換もやった方がいいんだよねこの車ね。まあとりあえず仕上げ作業やっておりました。はい、はい、今シガちゃんねこっちのスティングレーベルトのとこのフーリー磨きとベルト交換まで終わって、次はプラグとコイル、コイル交換、コイルまでやってくれてありがとうございます。新品入れますいいね、はい、このねどれだ、持ってきたのがこれが新品のやつ、新品、ね、これマルキーの新品です、うん、ついてたのがこれだったんで、まあ、まあ普通に動いてはいたんだけどね、まあ、心配はあれじゃなくて予防で、そうだね、未然整備、とりあえずイグニッションコイルある程度ね距離乗ってきてる車だといつ壊れてもおかしくないんで、まあどうせだから今社会品でね、あの安価なパーツがあるんで、はい、幻想品は ね本当に分かんないから突然壊れるんだよね。そうそうそう、突然ピラッとなんだこれっていう風な壊れ方するから、そうそうそう、なのでとりあえずこいつは無事で今回納車の前に、未然整備で交換させていただきました。はい、じゃあ OK でございますね、はい、あとじゃあ組み付け作業でとりあえず OK かな、終わりかな、終わりだね、はい、じゃあよろしくお願いします。おーい、はい、それと今日はこれ昨日これは今週車検通してきてたムーブです。今日中に内装外装全部仕上がって
店頭の方にね値段出しの方もできるようになります。内外装の仕上げねやらせてもらっておりました。それとあとこれ先日落札してきてたトヨタのノアピースで、あんまり普通車買わないんですけど、今回まああんまり在庫がないからね何台か買おうかなと思って1台とりあえず落札してきてみました。内装の今ルームクリーニングやってもらっております。それとあとこの GS も今日とりあえず今から、試運転とかやってみたり点検作業やっていこうかなと思ってね今引っ張り出してきました。 GS いいね、セダン。本当私セダン大好きでさ、これ平成19年式だっけかな、確か8万キロちょいぐらいだったような気しますね、8万7千キロだ、平成19年式の8万7千キロの GS いいね、綺麗だね。こういう風なセダンはね乗ってではすごくいいんですけど、まあ贅沢品だね、人しか乗れねえし、今ガソリン代も上がってきてるしね、 3500cc だけかな、ホイズも確か、よいしょ、維持費もかかりますね、結構。はい、システムチェック中、チェックランプとかは出てないでしょうね、あ、ないね、大丈夫。はい、はじま7000キロちょい、マルチ、うん、よいしょ、いいんじゃないかな、鍵2つついてんだ、うん、シートとかも特にこんなにひどくへたってたりもなさそうだね、よいしょ、運転席が一番下手んだよね、あ、いいね、うん、綺麗じゃないかな。とりあえず今から、まあ、まだ何もやってない、本当何もやってない、試運転も何もしてない状態なんで、ちょっとだけこの辺ステッカー、まあ、まず試運転してみて、あと点検だね、良さそう。あ、この中古車屋っていう商売やっててさ、やっぱりね、まあ私のとこ福島県の相馬市ってとこでね、まあ田舎でございます。でまあ私のやってる商売も本当足代わりに使える20万30万円くらいの軽自動車をねメインで取り扱いしている車屋なんですけれども、まあ車屋っていう商売やってるからさ、まあ軽自動車ばっかりで、ね、やってでもねやっぱつまんないかなと思って自分が私がね車屋やり始めたきっかけっていうのも、安くていいかっこいい高級車に乗りたいっていう、あ、そういう目標からなんだ18、19の時、友達がみんなねかっこいい高級車乗ってたんだよ。ほんで私もさ憧れでね、でも買う金はないんだよだからどうやったら安くてかっこいい高級車乗れるのかなと思ってね、ほんでオークション会場、車のオークション会場に入会すれば安くていい車買えるのかなと思ってね、まあ、こんなこと考えながら、まあ、20代の頭くらいで、業者オークションの古物証を取りながら 業者オークションの方ね入会したんですよ。まあほんでね、まあ車の商売を教えてくれてね、私にも車のなんだ整備工やってる、まあ、今でも現役でやってるんだけど、そこのね、社長さんに車の商売を教えてもらいながら今こんなやってさ商売やってるけど、ああなんだなんつったら何の話があったか忘れたけど、車屋やっててさやっぱこういう車並んでる方が面白いなと思って、とやっぱ自分が好きなんですよね。こういう車やっぱ大好きなんでね、あもうこの GS もこんなもんで乗れんのかと思いながらね落札してきましたよ。売れねえんだ、でもほんと売れねえんだけど、まあ、でもなやっぱり並んでる方が面白いよなと思ってさ、車屋としてさ、ちょうどここに一箇所ねセダンコーナーの、まあいくらもないんだけどセダンコーナーなんつっても一箇所ここ空いてるんです。これね、スカイラインとかブロリアとかマーク X 並んでんだけど空いてんだよここ。先日セルシオをねご制約いただいたんですけども一箇所空いてたからここ埋めんのにって GS 買ってきました、まあ店飾りにでもなればいいかなと思ってさ、
とりあえず、まあ、まずこの車今からね、まあ、さっきも言ったけど試運転しながら点検作業して内外装仕上げながらテント出していきます。こんなとこかな。とりあえず今日も、ね、お客様に引き渡し前お客様に引き渡し前のね車のパーツ交換度が、点検作業やったりしております。あとここからまだ車検の方にね行く予定だったんで、この EK ワゴン、これ4万キロぐらいだったかな、確か。この EK ワゴンも、この間、地元の下取り買取りで入ってきた車ですね。こちら、リピーター様から、この動画の方も見てくださってるね、リピーター様から、車の方購入いただきまして、下取りでこちら、買取りさせていただきました。ありがとうございます。いい車だね。なんで買い替えしてったのかなと思ったぐらいいい車ですよ、これ本当に。4万キロなんです。ね、飽きたのかな。もう内装のルームクリーニングは終わってんだ、やってんだね。とりあえず内装から仕上げて、あとは車検の方通してきてね、テントの方に出していく予定になります。うん、いい車だね、イケワゴン。これいいんだ、あの変な壊れ方しないんだよね。私この車のね、こうやって車中古車いろいろ触ってる中で基本的に軽自動車がやっぱりもうメインなんで、まあ、圧倒的に軽自動車しか触らないんですけども、同じ車ばっかり触ってるんですね。あ、ここにもあっけどさ、これ EK ワゴン、あ、やっぱ同じような車いっぱい触ってるんで、なんかあ、この車いいな、この車外れ多いなとかね、やっぱこう感じながら勝負やってますね。この EK ワゴンという車はね、変な壊れ方がしなくて非常に触りやすいですね。販売してでも安心して売れるかなって感じの車ですね。あとホンダライフもいいね。まあ、こんな感じで、あとこれか、これはもう今日仕上がったやつ、初代モデル式です。最近中古車相場が高くてなかなかね、ちょっと古いなと思いながら、このタントの方も仕上げてみました。タイミングベルトの交換しました。10万と6000キロ、ナビバックカメラもついてて、オートマ車です。ボンネットとかもちょっと傷んでたから中古パーツですけどね、交換したりして、あとこの頃のダイハツ車ムーブもそうなんだけど、ドアハンドル割れたりするんですよ。ドアハンドルとかもね、これは新品か、交換したりしましたね。一応仕上げられるところ仕上げてから、車検通してテントの方に出せるようにね、今日ね全部仕上がった感じで、パーツ交換した方がいいかなと思ったところ、あ、オートセンサーも交換したかなと、あとイグニッションコイルの交換もしてあります。プラグもやってありますね。この車弱いんです、プラグ部分が非常に弱いんで、この頃のプラグじゃないな、イグニッションコイル、あとオートセンサー、この時代の担当ムーブもそうなんですけど、非常に、イグニッションコイルと、オートセンサー弱いですね。で今社外品で安いのあるんでね、それ交換して、今回タイミングベルトの方も交換しながら仕上げた感じですね。はい、こいつも今からネット出しの方もやっていきます。こんなとこだね。まあとりあえず、低価格車専門店ピース20万30万円のね軽自動車が一番得意で取り扱いしております。たまにね、私の大好きなセダン、まあこんなにね高い車は仕入れはできないんですけれどもね、でもまあお手頃で、まあお手頃っすよ、まあまあいい金額なんだよね。でもね、当時の憧れの高級車ね、そんなのも10年おじになるとね、買いやすい金額で買えるようになるんで、何台かは並べてあります。まあお車のことお探しの方いらっしゃいましたら、どうぞ、定価格車専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。